マックス・ウェスターマイヤー、マキシミリアン・ウェスターマイヤーは、ドイツの植物学者である、バイエルン州のカウフ・ボイレンに生まれた。ミュンヘン大学で科学を学び、ラドル・コーファーやカール・ネーゲリラの植物学者の影響を受けた。卒業後、ベルリン大学で、ジーモン・シュベンデナーの助手として働き、1879年に、私、講師になった。 ケーニヒソベルク大学のカスパリーが没した後、一時的に代理を務めた後、フライジングの高校の教師を務めた。1896年にローマ教皇のレオ13世の承認を受けて、新設されたフリブール大学の植物学の教授職に任じられた。1898年から1899年の間、ジャワ島の科学的調査に参加し、 ツア・エントワイ・コロングン・ト・ストラクトル・アイ・ニガー、テリリファイテン・アオス・ジャバ、ジャワのシダ植物の進化と構造、1900を出版した。著書には、コンペンディアムであるジャマイネン・ボタニック・フィア・ホーク・シャラン、や、ツア・エンブリオロジーであるファン・ロガマン、インスペス・サンディール・ウーバー・ダイ・ソジ・ナンテン・アンチポデン、などがある。ウェスタームは、植物の学名で命名者を示す場合に、 マキシミリアン・ベスターマイヤーを示すのに使われる。ありがとうございます。